久保さん受信力ってあるじゃないですか受信するんじゃなくて何すかね受けまあでも一緒か、うん、なんかまあ受信力ってなんかどう受信するかっていう結構側面があると思うんですよだから受信じゃなくて受け入れる力受け入れる力ですね受け入れられる力みたいな、うん、だからこれをすると何すかねもう本当新しいまた世界ですよね 受信はできるけど受け入れられなかったら弾く結局受信しても弾くみたいな話でだから受け入れる力ってまたこのちょっと一つフレームが高いやつなんじゃないですかねうんでも多くの人は受信もできないんだよね <laughs> あれなんですけど受信ができるようになったとしてもそれをどう受け,取る受け入れるかっていうところが結構まあ次のフレーズかもしれないですねうんやっぱそれを 言葉的に言うならば、受け入れられるのか、受け入れ,受け入れるというような捉え方なのか、それとも、諦めるという捉え方なのかで、これもちょっと違うと思うんですよ。うん。ちょっと多分感覚、これ似てるけど感覚的にちょっと違うと思うんですね。まあ、久保さんだったら分かると思うんですけど、受け入れられるっていうものと、諦めるっていう、多分これちょっと違うんですよね。 うん、まあこれはねちょっと説明しづらいですけどね、うん、そうだ受け入れるっていうことは諦めることでもなく挑戦することでもなく平常心というかその平常心をもとに何すかねい次のステージを生き抜くっていうなんかそんな感じかな生き抜くために その世代間によってやっぱできないこともあるのででもそのできないことも出てくるけどそれを受け入れることによってそのステージを生き抜けられる生き抜きやすくなるっていう感じかな、うん、難しいですけどねはいいってらっしゃい